皆さんこんにちは。潜在式タロットリーディングの運勢ももよです。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録もいつも励みになっております。お知らせが2つあります。秋のタロットリーディング。まず9月21日土曜日が午後2時から夕方5時まで、新潟市中央区のブルーカフェさんにて個人鑑定を受け付けております。そして10月もコラボイベントなんですけれども、 10月3日木曜日新月の日ですねこの日に燕市井戸巻にありますプリムローゼカフェさんにて足つぼリフレクソロジーの方とタロットとコラボイベントを行いますこちらは午前11時から夕方5時までご予約受け付けておりますぜひ会いに遊びに来てくださいでは今日は9月後半あなたに起こることリーディングを行っていきます 珍しく久しぶりにですね、うさぎのタロットを出してみました。えちょっと紺のシートに紺のタロットなので見にくいかと思うんですけれども、いつものように A、B、C のカードをお選びください。カードをオープンしていきます。A のカード。B のカード。C のカード。 なんか炎系系赤いいが多いですねお選びくださいそれでは A のソードの10カードをお選びいただいた方リーディングを始めていきますまずは現状ですね現状をジャンピングこちらの1枚は採用します 他は4枚出たので、もう1枚引いていきますね。現状。オープン。正義のカードと悪魔のカード逆。強い。A さん強いですね。現状でリアルタイムに見ている方は、まだ9月10日ぐらいなんですけれども、現状で何かこう、 没頭したたりり夢中になったり時間を忘れてやっていることはあるんじゃないかなって思います推しの人のコンサートに行ったりね何かそういうエネルギーがこう感じますねそれでああ偏ってる私今偏ってると思ってバランスを取ろうとしてるんじゃないかなって思いますうーん 強いカード、ダイアルカナが2枚出ました。では、A さん。この9月後半に起こること3枚いただいていきましょう。オープンカップの10逆、ソードのクイーン置、そしてソードの8が逆で出ました。A さん、今まではちょっとこう、家族のことだったり、 まあご実家のことだったり親御さんの介護とかまあ子供さんのお世話とかそういうことで家族に注力する時間が多かったんではないかなと思いますうんその折に閉じ込められた感自分の好きなことができないで家族のために時間を費やしている時間が多くてがんじがらめになってたんじゃないかなって そこからようやく9月後半に抜け出せるよって言われてますね。そう。例えば介護だったら、ね、他のサポートしてくれる施設やケアマネや、そういった介護職の方が入ってくれたり、まあ子供さんのお世話だったら、ちょっと預けるね、保育園ができたり、一日預かりのところができたり、っていうふうな、 そんな、こう、サポートが入るっていうようなエネルギーがありますね。そこで、A さんは、ソードのクイーン、キリッと仕事ができるんですよ。自分のために使う時間が増える。それは、どちらかというと、プライベートというよりも、仕事に携わるんじゃないかな。ね、子供さんを保育園に預けて、仕事に向かうとか、親御さんの介護を、どなたかに、 ね、サポートお願いして自分の仕事ができるっていうような。そんな感じがしますね。わかりやすい。もしかするとこの悪魔のカード逆は、そういった相手のために使う時間だったのかもしれないですね。自分が好きなことに没頭するというよりも、誰かのために使う時間に没頭してたのかもしれない。なるほど。 では、9月後半、A さんのテーマ見ていきましょう。やっとね、自由な時間がちょっと、自分のために使える時間が増えてきそうですね。エンジェルカードも出していきます。A さんのテーマ。オープンタイムフォーアナップとドントストップ。へー。 と深く見ていきましょうか。はい。えっと、タイムフォーナップは、休息からのリスタートなんですよ。うん。だから何かしら、子供さんや親御さんのことで、ご家族のことで、仕事を休んでいたのかもしれない。休職をしていたのかもしれない。それか仕事をセーブしてたのかもしれない。 そんなあなたは、この9月後半から自分の仕事に復帰するとか、ね、元いたところにまた復活して働くっていうような、そんなエネルギーのカードですね。うん。そして、ドントストップ。やめないでと言われてることもあるんですよ。やめないで。何のことでしょうかね。ドントストップ。補足ください。 オープン。花束、ハート、ゆりえー。すごいいいカードじゃないですか。えっ、ー、と、A さん、まあ、何かしら、子供さんの世話、子育て、そして親御さんの介護など、一旦ね、サポート先が見つかって預けたりして仕事を復帰する方も多いと思うんですけれども、それでも愛情をかけることは、 やめないでねって言われてるんですね。そう。サポート先が見つかったにしろ、すべてそこにお任せするではなく、もちろん預け先から戻ってきた時には、愛情をたっぷりかけてあげるっていうことを忘れないでねって言われてますね。わかりやすかったです。はい。 では最後に A さんお選びいただいたカードがソードの10なんですよ。それね、これはね、もう、やりきった感あるんですね。やりきった感があって、終わりと始まりのカードでもあるんですよ。なので先ほど出ましたよね。うん。ソードの8が、これ逆になってる。今まで閉じ込められていた世界からの解放。ほんと大変だったと思います、A さん。ね、子育てや親御さんの介護など、 ご家族のことですごく大変な思いをされてたなって思います、このカードで。お疲れ様でしたと言いたいですね。また9月後半から新たなスタートが始まるっていうことで、気持ちをね、また入れ替えて頑張っていただきたいなと思いました。以上で A さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。はい、それではこちらの B のペンタクルのキング。 お選びいただいた方、リーディングを始めていきます。まず、現状ですね。B さんの現状、オープンザ・チャリオット、戦車のカードと、ワンドの3が出ました。いいですね。うん。B さん、結構、ノリに乗ってる、現状で9月10日11日頃なんですけれども、 リアルタイムで見てもらってる方は9月10とか11日頃なんですけれども「めっちゃ忙しい」っていうカードが出てます戦車のカードビュン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 加速していくんですよお仕事なのかプライベートなのかいろいろ目まぐるしい展開があってそしてワンドの3新しいことも始まっていくうん新しい方向性そしてそれが具体的になってきたよって言われて忙しいんじゃないかなぁ ねえ。まあ、休みを取りながら頑張っていただきたい。では、B さんの9月後半起こること。はい、オープンワンドの5、そしてソードの6が逆、ペンタクの6が逆、え、566ですね。へえー、面白い。566が出た。えー、9月後半で、 こう、チームで何かをやっていくような、はい、そんなワンドの語が出てるんですね。話し合いをしたり、企画会議をしたり、まあ中にはね、その中でキャラが濃い人がいて、意見交換というか、言い合いになることもあるかもしれないんですけれども、そこをね、こう、るく収めていくっていうのが必要かなって思います。いろんな人がいますからね。そして9月後半 B さんは、どこかに旅立っていく、 ってていいう,うに言われています、まあ、本当に旅行に行くっていう方もいらっしゃるでしょうしあとは移動する出張だったり実家に帰ったりどこかに移動するっていう時もこのカードが出ますしあとは人間関係の卒業ですねコミュニティから卒業したり習い事教室を辞めたりとかそういう方もいらっしゃるでしょうね、まあ、9月は転勤とかもあるので 引っ越しの方もいらっしゃると思います。そして、ペンタクルの6、逆なので、これは与えられるカードなんですよ。この時期、9月後半は、B さん、すごい、こう、物に恵まれたり、ね、野菜や果物をもらったり、お米、今、令和の米騒動って言われてますけれども、 おあともう本当とに物質的に金銭的にお金かもしれません臨時収入が入ってきたりそう仕事運でね新しい仕事のオファーが来たりとかそういうことが出てくるかもしれませんで先ほどの旅行のカードも出てたので旅行費旅費をね出してくれるっていうようなそんなスポンサー的な人も出てくるかもしれないいいですねでは B さん 9月後半テーマをもらっていきましょうテーマはいオープンゴーザディスタンスとオポチュニティですねはーい、えー、B さんの9月後半のテーマゴーザディスタンスはゴールまでやり抜くゴールに向かっていくっていうカードなんですよ なので、まあ先ほど出たね、旅行のカードとか旅立ちのカード、その目的地まで向かっていくっていうような、そんなことがリンクしますよね。そして、オポチュニティ、良いチャンスが巡ってくるよって言われてるんですよ。さっきのペンタクルの6ですね。与えられる。ね、仕事のオファーがあったり、何か B さんにとって嬉しい出来事が起きてくる。そういうふうに言われてるんですね。ちょっと、 オポチュニティ見ていきましょうか。良い機会、良いチャンス。どんなチャンスなのか。ジャンピングしました。オープン紳士のカード、月のカード、鍵。いいですね。3枚とも。へえ。まあ仕事におけるビジネスパートナーとか上司とか取引先の方から 新しいことを、これをやってみないかっていうような、そんなオファーがやってくるよって言われてますね。鍵が出てるんで、新しい扉を開く鍵、そして夢を実現する。それは B さんがずっとやりたかったことだったかもしれないですね。うーん、いいじゃないですか。秋だし、ね、季節の変わり目っていうことで、新しいことが起きそうな予感がしますね。 最後にお選びいただいたペンタクルのキングも、この9月後半は B さん、言うことなし、金運、仕事運がいいですね。新しい扉も開くということを言われてるし、この時期は、とにかく話が来たことを実現してやってみてください。違う世界が見えるかもしれません。素敵な9月後半をお過ごしください。以上で、 B さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは C さんザ・デビルのカード燃えてますね。はい。見ていきたいと思います。まず現状ですね。現状で。リアルタイムで9月10日前後ですけれども。はい。オープン。ペンタクルの5、そして カップのキングが逆。なるほど。何か C さん今、選択肢があって、決められないことが出てきてるのかもしれない。優柔不断のカードが出てるんですね。決められなくって、ちょっとこう、停滞気味のエネルギーですね。何か仕事がマンネリ化してるとか、パートナーシップ、人間関係も、 マンネリ化して、面白みがない。ちょっと毎日に刺激がないっていうような、そんなことを言われてる気がします。うん。では、C さん。新しいことが始まるのかどうか。9月後半の起こること。オープンお ワンドのクイーンいいですね。カップの九あ、めっちゃいい。女帝も出てるじゃないですか。ゼンプレスすごいですよ。えっと、クイーンと女帝が並んで、カップの九ウィッシュカード。ね。シーさん、現状ではちょっとマンネリ気味、停滞気味、面白みがない、刺激がないっていうような日々だったかと思うんですけれども、9月後半、めっちゃいいですね。 ワンドのクイーンと女帝でダブルで出てます。なので、9月後半から C さん注目される存在になると思うし、みんなから仕事を認められたり、賞賛されたり、すごいねとかおめでとうとか言われるような、そんな時がやってくるよって言われてます。そしてカップの9ですよ。カップの9。 ウィッシュカード願いが叶うよって何なんだろうちょっと見ていきましょうか。カップの9オープンと、怒り、星。あーすごい。これもウィッシュカードですよ、星。仕事における安定した地位ですね。揺るがない新さんの地位。 が決まってくる。もう C さんってすごいよねって、称賛される。何をやっても注目されたり、で、周りに人も集まってくるしね。ワンドのクイーンと女帝が出てるから。もう仕事運もめっちゃいいですよ。9月後半。いや、今までが停滞期だったから、ドカンと9月後半から良くなる。そんな感じですね。よかったよかった。では、テーマ見ていきましょう。C さんのテーマ。 オープンブレスフォーギブネスシーさんの9月後半のテーマ、ブレスゆったりと落ち着いて深い呼吸をしてくださいって言われてますね。それがシーさんにとっての開運というか、自分軸を整えるやり方。そしてフォーギブネス許しなさい って言われてるんですよ。自分で自分の許可を出したり、相手のことも許してあげる。ちょっと見ていきましょうか。フォーギブネス。何のことを許すのか。許しなさいのカードなんですよ。オープンコウノトリ、ガーデン、家。ああ。そうか。 コミュニティやグループ、習い事、教室の中で、人間関係で去っていく人がいるんですね。そこから旅立っていく人がいるんですよ。私、〇〇をやめますっていうような、そういう人がこの秋に出てくるかもしれないけれども、それは拒否するというよりも許してくださいって言われてます。旅立ちの時期なんですね。 また新天地で頑張ってくださいっていうふうに素直に言えるような花向けの言葉を出してあげてください。誰しもみんな旅立っていくんですよ。ずっと同じ場所にはいられないので、はじめは何で去っていくのって悲しいかもしれませんけれども、でもやっぱりさよならは出会いの始まりなので、また新たな人が入ってきます。新たな出会いが入ってきます。なので、 去っていく人を許してあげてくださいって言われてますね。だからか、C さんお選びいただいたカードがデビル。これは、まあ、拘束するっていう、ちょっとね、手錠をかけられるような、そんな拘束するっていうカードなんですけど、その人に対する執着を手放してあげてくださいって言われてるんですね。 全ての人間関係のうまくいくコツは執着しないことなんですよ。どなたかに執着してる。例えば友人関係でも恋人関係でも執着しているって気づいた場合はその執着の手を離してあげてくださいって言われてます。うーん、響きました。素敵な9月後半をお過ごしください。以上で C さんのリーディングを終わります。 ご視聴いただきありがとうございました。少しでも当てはまっていると思う方は、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。では、次回の動画でお会いしましょう。